ソニア・ベルガマスコは、イタリアの女優、演出家、音楽家、劇作家、詩人である、ミラノ生まれ。ジュゼッペ・ベルディ音楽院でピアノを、ミラノ・ピッコロザ付属学校で演技を学び、卒業後、ジョルジョ・ストレーラー演出の、アルルッキーのサーバタリー・ディデュー・パドロニーでデビューした。舞台では、カルメロ・ベーネー、マッシモ・カストリ、テオドロ・ステルゾ・プロセラの演出による演劇に出演しているほか、 自らの創作、演出による作品も数多く上演しており、とりわけ、ダンテ・イー・バッハ、UN ・イン・クントロ・ A750E330、アン・ニダーラ・ナ・シッタ等に代表されるように、音楽と演劇の融合を目指す試みにしばしば取り組んでいる。映画の出演作としては、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督作、輝ける青春、ジュゼッペ・ピッチョーニ監督作、ジュリアユーベに出かけない、 ベルナルド・ベルトルッチ監督作、孤独な天使たちなどがある。2016年には、第73回ベネツィア映画祭のマドリーナに選ばれた、国境なき医師団を支援している。2017年、ヨルダにある3つの国境なき医師団の病院を訪れ、キュアーネル・クオーレデイ・コンフリーティー、対立の中心における治癒キャンペーンを実施した。2000年に、 俳優のファブリツヨ・ジフーニと結婚し、二人の娘を設けている。夫妻は映画、輝ける青春や数多くの舞台で共演しているほか、戯曲の創作や舞台の演出も共同で行っている。ありがとうございます。